人の元プロサッカー選手が後輩アスリートのために新たなステージで挑戦を始めています。アスリートのセカンドキャリアをサポートしようと県内の企業などを回り理解と協力を呼びかけています。お世話になります。シエイトの田中です。どうぞお待ちしていました。よろしくお願いいたします。いいですか、失礼します。昨シーズンまで福井ユナイテッド FC でプレイヤーとして活躍していた畑中裕樹さんです。引退を機にこの春から福井市内の人材派遣会社でアスリートと企業をつなぐ代理人として働いています。で今日はどうだ。今日はあの御社の新卒の採用状況みたいなのをちょっとお聞きしたいなと思って、ね、はい、畑中さんは大学卒業後J3 でプロサッカー選手としてのキャリアをスタートした後 JFL などを経て2020年に北信越一部リーグの福井ユナイテッド FC に加入。度重なる怪我に苦しみながらもピッチに立ち続けました。プロで活躍するぞというか、もうビッグクラブに移籍して活躍してやるぞっていう気持ちは常にありましたけど、まあ、全然そうはいかなかったですね。まあ、挫折したというか。大学のある調査によると国内のプロサッカー選手の引退年齢は平均で26歳。ほとんどの場合若くして次の新たな人生、いわゆるセカンドキャリアを歩み始めるのが現状です。競技に専念してきた選手にとって方向転換は決して簡単なことではありません。かつて J リーグのクラブで選手の獲得や引退の場面にも数多く関わってきた福井ユナイテッドの服部社長は、一社会人としての教育をおろそかにしてはいけないと話します。まあ、今の我々の現状でいくと純粋なプロとして活動しているわけではないので、まあ、仕事をしている。で、まあ、そこにそのサッカー選手であるんだけども、その社会の中の一員であるっていうことの場面が強制的にまあ用意されてる。やっぱり基本的に大事なことはみんな根底は一緒だから、それをアスリートも身につけてほしいなっていう感じですかね。今の高校3年生はアスリートはなかなかこう就職活動するタイミングが人より遅くて、はい、夏以降になってしまうので。そうですね。畑中さんはこれからプロを目指す大学生や高校生の支援にも積極的に取り組む考えで、企業に対しては共に成長していけるパートナーとしての役割に理解を求めています。別業種に飛び込むということで、まあ、これはチャレンジだと思うんですけども、これができますよでっていうのは今ないんです、はっきり言わせていただくと。ただ、気持ちとしてこう応援してあげいきたいなっていうのがありますし、弊社としてもそのいい人材が、ね、来ていただいて、また新しい風を吹き込んでいただくという。スポーツ選手っていうで折れる時間はこうすごく短いっていうところですね。なのでその時にこう自分のスポーツをやるのももちろんですけど、引退後に備えて自分がそのスポーツ現役選手の時から何をできるのかっていうのはすごく重要だなっていうのは思います。だから僕自身もこう引退してからこう一般社会に就職してこうすごくこう苦戦している部分もたくさんあって、ああ現役選手の時にこうしてたらよかったなっていうのが本当にたくさんあるんで、そこは伝えたいですね。自身の経験を生かして後輩アスリートが一人の人間としても成長できる環境づくりへ、畑中さんの新たなステージでの挑戦が始まっています。